い、皆さんこんにちは。 JBFF で日本語の先生をしています寺田です。今日は学生さんに日本語でインタビューしてみたいと思います。では自己紹介お願いします。どうぞ。こんにちは、はじめまして。私はソニアと申します。22歳とバングラ人です。去年の8月に JBF 遠征を卒業しました。今は病院のインターンシップに参加しています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあソニアさんはどうして日本語の勉強を始めましたか？学校で日本語の授業が始まったからです。そして日本に義務を持ちました。じゃあ日本語の勉強はどうですか？日本語の文法の勉強は大変でした。でも楽しかったです。新しい言葉を勉強して話せるようになるからです。うん、やっぱ話せるようになると嬉しいですよね。はい、じゃあソニアさんは将来日本で働きたいですか？はい、働きたいです。どうして日本で働きたいですか？日本は美しい国で、日本人は熱心だと思います。熱心だと思います。寺田先生の教え方はとても熱心にそして日本人と一緒に仕事をしたいです。あ、熱心だと思ってくれてたんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ日本で働けるようにこれからも日本語の勉強を頑張ってください。はい、ありがとうございます。